明けましておめでとうございます。仮想通貨インフォメーションの二の前です。まだこの動画を見ている皆さんはお休みの方がね大半だと思います。もちろんですねお仕事されている方もいらっしゃると思いますが、年が明けてね虎年になり、今年は爆益の年にしたいと思っている方が大半だと思います。仮想通貨界隈は NFT、ゲーム、メタバースのね、大きな転換期になる年だと思っていますので、私自身も皆さんに有益な情報をお届けして、振り返った時にいい1年だったとね、言っていただけるよう努力していきたいと思います。そして一番早く情報をお届けするツールとして、公式 LINE をね、運営しておりますので、概要欄の公式 LINE の登録忘れずにお願いいたします。今回は新年一発目ということで、去年の仮想通貨の値上がり傾向から今年何に、ね、お金を投資していくのか、全体的な稼ぎ方についてお話ししていきたいと思います。今現在も新しい仮想通貨がどんどん出てきていて、全ての仮想通貨を把握している人はですねおそらくいないと思います。去年ね動画で話しましたが、その動画でね話した時点で6000種類以上の仮想通貨がありました。そしてまだですねどんどん増えています。その膨大な種類の中からですね、闇雲に投資していてんではね、絶対勝てないので、ある程度ですね、的を絞って銘柄を決めなければいけません。そんな今年の傾向についてもですね、お話の方していきます。必ず有益な情報になりますので、最後までご覧ください。そしてですね、新年一発目となりますので、新しくね、見ていただいている方も多いと思いますのでね、自己紹介の方させてください。私の投資家歴としては5年です。以前はですね、銀座で黒服をやっておりました。銀座の前はキャバクラでもね、働いていました。水商売の歴としてはね、15年ほどで、かなりね、長くやっておりました。店舗をいくつかね、変わって銀座にたどり着いたんですけれども、結構いい年になってですね、立ち仕事に限界を感じていましたし、そんなにですね、稼げるわけでもないので、何か別の道を探した時にですね、投資を思いつきました。そして最初はですね独学で働きながらやり始めたんですが、かなりですね痛い目に遭いました。銀座で働いてですね唯一良かったのは、大物のですね個人投資家や金融投資関係の会社役員などとね知り合う機会が多かったので、そういった人脈をですね生かして情報を入手し稼げるようになりました。今でもですねその人脈はかなり生きております。やはり一人でのね情報収集には無理があると感じました。そんなですね私の経験を生かして皆さんのね生活が豊かになるような情報発信者を目指しております。そして私の動画ではですね仮想通貨関連の最新情報やメタバース関連の激アツ銘柄など有益な情報を配信しております。最新情報を受け取るためにもですねぜひチャンネル登録お願いいたします。あとグッドボタンも押していただけると動画を作るですね活力になります。ぜひお願いいたします。そしてですねここから重要なので聞いていただきたいんですけれども、さらに旬な情報を受け取りたいと思った方はですね概要欄の私の公式 LINE の登録お願いいたします。私の公式 LINE では動画に出してない、将来有望なですねアルトコイン情報やローンチ前の銘柄などご紹介もさせていただいております。仮想通貨は情報の鮮度が命になります。以前ご紹介したアクシーインフィニティで土地をですね購入した方が、その土地を売って爆益を叩き出した方やジャスミーで 2.5 倍の利益をね出された方などもね、感謝の声いただいております。私もですねそういった声いただけるととても励みになりますし、やりがいを感じます。そして仮想通貨はまだまだね成長途中で、次々とですね新しい稼ぎ方が誕生しております。その中には2020年に1日でですね送り人を30人以上も生み出した仮想通貨すらありました。そのですね仮想通貨の名前ユニスワップです。ユニスワップはですねエアドロップで無料配布されたんですけれども、実質的にですねノーリスクで1億円相当のですねユニスワップを手に入れた人がいます。そして2022年もですねまだまだチャンスは転がっています。投資で成功すればですね生活のために働かなければというね意識が薄まって、その分だけですね日常のストレスがなくなっていきます。その自由さをですね少しでも多く私の配信をね見てくれている方には感じていただきたいと思っております。仮想通貨メタバース関連の利益につながる最新情報を見逃さないためにもですね公式 LINE の登録だけでもして情報を受け取ってください。そして今年はですね有力投資家とのですね会合も活発に出席してですね有益な情報を皆さんに共有していきたいと思っております。投資関連でわからないことなどありましたらですねご質問にもですねお答えしておりますのでよろしくお願いいたします。それではですね仮想通貨去年の傾向ということで2021年最もですね高騰した銘柄トップ10をですね見ていきたいと思います。
そこからですね、今年の稼ぎ方をですねお話ししていきます。10位がですね、同時コインになります。 31.5 倍ですね。9位ディセントラランド、42.8 倍になります。8位がソラナ、103倍です。7位がファントム、123.9 倍。6位がテラで、137.3 倍。5位がポリゴンで 148.5 倍。4位がザ・サンドボックス、168.4 倍。3位がアクシーインフィニティ、177.3 倍。はい、2位がガラ、493.2 倍。で1位がですね、もう分かってると思いますが、まあ、柴犬ですね、約50万倍になります。1位のですね、柴犬50万倍は、別格ですが、まあ、ミームコインはですね、夢がありますよね。まあ、目的を持たないコインなので、なかなかですね、予想は困難ですが、まあ、宝くじ感覚でですね、少額で持っていてもいいですよね。ミームコインに関してもですね、私、過去の動画でですね、いくつかご紹介してますんでね、よかったら、そちらの方遡ってみてください。そしてですね、コロナなどの、まあ、世界的にですね、不安定な情勢になっていなければ、全体的にもっと伸びたのではないかなと思っております。そして注目なのがですね、メタバースやゲームファイに関係する銘柄が多いことです。2位のガラ、3位のですね、アクシーインフィニティ、4位のサンドボックス、5位のポリゴンはね、プラットフォームとしてね、ゲーム銘柄に関わっています。で、8位のソラナはですね、メタバースプロジェクトを発表しております。そして9位のディセントラランド。今ご紹介したですね、去年急騰した10銘柄のうちですね、6銘柄がゲームファイ、メタバース関連銘柄でした。ディセントラランドやアクシーインフィニティ、サンドボックスはね、去年話題になりましたし、私のね、LINE 読者さんもですね、土地を売買で利益をね、上げております。もうお分かりかと思いますが、メタバース、ゲームファイ銘柄ですね、焦点を絞った投資はですね、今年かなり熱いということですね。まあ、リップルや IOST、ジャスミーなどね、私が追っている銘柄もですね、メタバースプロジェクトね、スタートしております。もちろんですね、稼ぎ方としては、まあ、それがね、すべてではないですが、一つですね、焦点を絞るのであれば、投資する銘柄をですね、探すのには役立つと思います。そして、ローンチに向けての IDO に参加するのがね、確実に利益を出すやり方の一つだと思います。で、IDO とはですね、トークンを上場させたい企業と我々投資する人間との間に分散型取引所が入って資金をね、集める方法のことですが、分散型取引所も様々あるので、ローンチ前にですね、お目当ての銘柄を IDO でね、安く買うにはそれぞれのね、DEX が、発行しているコインをね、保有しておかなければなりません。そのコインをですね、ステーキングすることで初めて IDO に参加する権利が得られるわけです。なので、まあ、今後上がっていく銘柄だけをですね、見極めるのではなくて、過去その DEX からローンチして成功した銘柄などをね、見て選ぶことも重要になってくると思います。例えば私が注目している元素騎士はですね、トラストパッドになるんですが、他にもですね、マフィアメタバースとして、話題のですね、シンシティなどね、扱っております。過去にはですね、ブロックトピアなどもね、扱っておりました。そしてですね、マルチチェーンとしてですね、一つの銘柄が、2箇所、3箇所の DEX でね、IDO をすることもありますが、基本的にはね、まだ1箇所になります。そしてですね、IDO も基本的に抽選になります。ステーキングにですね、レベルを設けて、よりですね、多くステーキングした人が、IDO をね、する銘柄を多く買える権利が得られるなどですね、銘柄によって様々ですが、一番下のレベルだと買える権利自体が抽選になったりします。資金がですね、少ない人は運次第になってしまいますが、例えばですね、トラストパッドで IDO 参加したいと思ったらですね、トラストパッドをですね、期間を空けてでもコツコツね、買い増ししていって多くステーキングできるようになれば IDO にね、参加できる確率は上がりますし、爆益へのね、道も開けてきます。そして IDO のですね、参加権利が得られれば、ほぼ利益はね、確定するものです。もちろんですね、少ない資金でも、確率でね、当たることもありますし、当たってですね、IDO に参加できたら、またステーキングするね、銘柄に変えてですね、次の IDO を待つなどのね、運用で、資産をね、増やしていくやり方もあります。今回はですね、ゲームファイ、メタバース銘柄、IDO に関してのね、稼ぎ方、やったんですけれども、他にもですね、全然まだまだ、稼ぎ方あります。
どんどんですねご紹介の方していきたいと思っております。今後もですねメタバース関連銘柄やゲンファイ、もちろんね有望なアルトコイン情報をねお伝えしていきたいと思っております。さらに動画に出していないね情報などたくさんあるんですけれども、そのような情報ね私の公式 LINE 限定となってしまいます。概要欄の方からですね公式 LINE、簡単に登録の方できますので、情報をね受け取りに来てください。そしてですねグッドボタンの方を押していただけると本当に励みになりますし、今後のですね動画制作のやる気になりますのでチャンネル登録とともにですねよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。